い、皆さん、ちょっとご無沙汰しちゃってます。今日はね、ちょっと面白いこと考えてて、何をしようかなっていうとバンって感じで、これね、ロッククローラーっていうタイプのラジコンでちょっと面白い動画を撮っていこうかなって思ってます。はい、まあおもちゃなんですけど、こう足回りが結構自由に動くっていうことで、オフロードにはまあ持ってこいのおもちゃのラジコンで、これを使ってね、ちょっと面白い映像を撮っていこうかなと思います。うん、実はね、YouTube でラジコンと釣りとエアガンでできてるって言っていいぐらい、まあその盛んな趣味のチャンネルなんですけど、まあその一角のね、ラジコンちょっと攻めちゃおうかなみたいな感じで、面白い動画見ていただきながら、また今日もね、面白い話を聞いていただこうと思います。こんな感じのところです。はい、てな感じで、皆さん、急に暑くなった昨今ですが、いかがお過ごしでしょうか。まあ暑いと言ったら、今回の参院選ね、このバラエティに富んだ候補者が並んでて、まあ紛糾を告げる、加熱をしてるんですが、まあ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 ね、この言っちゃうと旧メディア体制対新メディア体制の戦いみたいな、熱いっすね。まあちょっとこれはね、あんま触れないでおこうと思うんですが、今日はね、このラジコンを使ってね、普段見てる視点と違う視点でちょっと見ていただこうかなって感じで、いつも冒頭で書かせていただいてる普段の日常からディープな内容に切り込んでいくっていうところの説明からさせてください。そうなんですよ、これね、普段の日常じゃないですか、これだってね、ラジコン目線で見ただけでどこにでもある公演ということでね、なんですが、まあこのニュートンのね、バイユー引力の法則なんていうのをね、見つけたきっかけ、今ひらめいちゃったきっかけっていうのがね、リンゴが木から落ちるっていうね、そう些細なところから見つけちゃったっていうことですよね。だったりとか、まあ釈迦がね、歩行しながら瞑想して、歩行瞑想で悟りを開いていたなんていう逸話も残ってたりするということでね、普段の日常には実はいろんなひらめきやヒントがね、隠されてるっていうところをね、どうにか再現して映像にしたいなっていう部分があったりもするんですよね。まあそんな感じでね、今日はね、ミクロの世界をちょっと楽しんでいただきながら、マクロとミクロをつなぐ、糖質性理論というものについてね、今日はね話していきたいと思います。まあね、いきなり糖質性理論なんて言ってもね、なかなかわからないと思うので、ちょっと細かくね説明しながらやっていきたいと思うんですけど、皆さんご存知であろう、相対性理論ね、それはね、20世紀中頃までは完璧だと思われていたんですよ。E=MC 事情、エネルギーは質量と光の事情で相対的にね、片方が変われば片方もそれに追随するということなんですが、そう要約しますとね、バイオ引力も相対性理論も、主となる考え方っていうのは重力だったり引力なんですよね。それに対して量子力学が発見されてから、あれあれと、おやおやと、ミクロの世界で考えたらむしろ反発する方のエネルギーの方が目立つじゃないかっていうことで、それをどうにかこうにかね、無理やりくっつけて考えようとしたのが、ひも理論、数学的にね、考えたのがひも理論だったり、俗ひも理論っていうことになるんですが、それもね、まだね、正しいか正しくないか分からないです。ただ、ひもがあるということはね、確かなんですけど、それが全てかというのはね、
確かじゃない部分がまだまだあって、それもまだ未完成。まあ それを言っちゃうと相対性理論が超未完成ってことになっちゃうんですけどね。まあ、ちなみになんですけど、まあ今ね、携帯とかね、機械どん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 ちっちゃくなり、そして、多機能になり、性能も上がってますよね。これね、もう小さくするっていうことはね、もう半導体メーカーの間では量子力学の、まあ、波の性質、まあ、波動の性質っていうのをね、計算に入れないと、もうすでに誤差が生じてきちゃうんですよ。なので、まあ電子工学的に言うと量子力学なんてもう当たり前の理論ということになってきているので、それとね、まあミクロの世界とマクロの世界をつなぐ統一性理論っていうのは、もう人類をね、熱望してるということなんですよね。ちなみにね、その20世紀中頃まで、まあアインシュタインが提唱していた時間、光と重力だというのは、確かにね、その当時はね、そうなんですよ。時代的にそれで良かったというか、それで合ってるんですよ。まあなぜならね、時間の概念はね、まあ結局分母って光になるじゃないですか。月と地球と太陽の位置関係、時点で時間というのを定めしたいっていうことは、地球の時点の1回転を24分の1にして、さらにそれを60分の1にして、さらにそれを60分の1にしたのが1秒という定義だったわけで、なんですが、でもこれはね、時としてね、ずれると、まあね、エイプリルフールがあるかのように、1年だってね、ずっと365日では計算がちょっとずつずれてきちゃうということで、例えばアクシデントがあったりする時もずれちゃいますよね。あの 3.11 の地震の時なんて、地球の時点がおよそ7秒から9秒ずれたと言われておりまして、それ考えるとね、時間の概念というのもね、ずいぶんね、今はもう全然違う考え方なんですよね。今の原子時計の精密な1秒というのは、1秒、セシウムのね、振動数およそ92億回をカウントするのが1秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていう92億まで数えるのは1秒です。人間が数えたら多分それでもう1日経っちゃうんですけど、それが1秒ですって感じで。まあ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 、あとね、実はね、光が進むのもね、実は人間っていうのは最近捉えました。はい、それどうやったかっていうと、1秒間を10兆フレームに細切れにしたと。まあ普通に再生すると1000年ぐらいかかる1秒の動画を作ったら、光が進む様を、捉えることができたっていう感じで、まあこれね、検索していただけると見れると思うので、気になる人はね、ぜひ見ていただいて、まあ最初の300年ぐらいずっと待ってる感じでビューンって通り過ぎて、あと700年ぐらいずっと同じみたいな、そんなすごい1秒を、まあマサチューセッツ大学がやったのかな。まあそんな感じの科学すごいんですが、ああそう、アインシュタインさんの功績でね、もう一つ言っとかなきゃいけないのが、飛行機で、地球一周したら精密時計がちょっと遅れました。はい、どうですかね、面白いですよね、こんな何気ない、まあどこにでもあるようなね、公園なんですけど、この、ラジコンビューで見るとなかなかの冒険になっちゃうっていうことで、次はね、もっとね、すげえもうフィールドジャングル行っちゃおうかなみたいな感じなんで、ついてきてください。はい、こんな感じで、こんなジャングルにやってまいりました。まあね、この続きもね、ジャングルクルーズに出てる気分で見ててください。どうぞ。ジャングルジャングル、はい、ということで後半もやってまいりたいと思うんですが、前半のあのラジコン目線のね、動画もなかなか迫力あって面白かったと思うんですが、後半はね、もう一個のラジコンの魅力といいますかね、もう一個何でしょうみたいな感じなんですが、それはね、一つね、この質量を見誤っ
るという錯覚で楽しむということですよね。まあ、今回これ18分の1のラジコンなんですけど、これね、まあ、18倍で見えたら面白いですよね。ということでこう映像にするとね、まあ模型がリアルであればあるほど本物が動いているように見えるということで面白いっていうことですよね。まあ、今回ねこれ撮影するにあたっていろいろペイントしたりとか、本物のねアルミでパーツ作ってくっつけたりとかいろいろ工夫してるんですけど、その質量っていうのはね、実はこの統一性理論にとって非常に大きなキーポイントなので、それを説明するにもちょうどいいって感じですよね。まあ重さはね、これ実は18分のリアルの、マシンの18分の1の重さにしたら動きももっとリアルになるんですけど、まあ、今回ねちょっとウエイト積むとかやってないんですけど、まあ、ただ見た目はね結構リアルに走ってるように見えるっていうことで、これやっぱ本物走ってる風に見えたらやっぱり面白いですよね。まあこの相対性理論とかね、万有引力とかみんなそうなんですけど、それって結局質量のことを言ってるんですよね。はい、まあ引力、まあ、重力も星の引力ということで、星の質量から来る引力のことを言ってるということで、まあ20世紀はね、まあそれで本当に良かったんですけど、まあアインシュタインさんね量子力学否定派だったんで、本当の答えにまだたどり着けなかったってことになっちゃうんですよね。まあ、なぜならね、まあ、彼の言ってることっていうのは一人称の世界なんですよね。自分一人しかいない世界で考えちゃったって感じ。量子力学ではやっぱり一番大きな部分っていうのは観測者の存在っていうことなんですよね。だってね、時間は光と重力だって、まあ確かに一人だったらそうっすよ。例えばね、神経全部なくなっちゃったと、首から下何も感じなくなっちゃった、重力ってなんだっていう感じになっちゃった、そしてさらに盲目になっちゃった、光も何も見えなくなっちゃったってもしなったとするならば、それって時間って一人称だった場合なくなっちゃいますよね。確かにね。でももう一人いたらって考えたら教えてって感じじゃないですか。それたったそれだけで時間って回復するじゃないですか。まあそうじゃなくても後時計がね一個あるだけでお昼を知らせてくれるわけで、まあ、もっと言っちゃうと心臓の鼓動とかね BPM なんかも時間の概念っていう風になってきたりもするんですが、とにかくたった一人で考えた結果そうなっちゃったっていうことでしかないんですよね。まあ量子コンピューターもね1と0が両方考えるようになれたっていうことで、計算効率が非常に良くなったっていうことは、やっぱ1の人と0の人、イエスの人とノーの人がいるんだっていう、その大きな統計の中でさらなる答えを見つけていくっていうのが量子コンピューターであって、つまり一人称じゃないっていうことなんですよね、物理って。まあそれをね、今回ね、まあその当時はね、情報の共有ができなかったから、一人で考える天才が一人でずっと考えてきた物理だったので、そのような状態になったと思うんですが、今の時代っていうのはみんながいろんなことを発信できるということで、やっぱりそのね情報を共有していくっていうことがね、どん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 統一性理論に近づいていくんだと思います。まあ、そんな感じでね、まあ大きな世界、マクロの世界とミクロの世界をつなぐ、統一性理論はまあ私なりのね、考えをねこれからちょっと話したいんですけど、実はねもうね、ひも理論とかをね使わずにもね、非常にもっともっともっとマクロともっとミクロが実は同じエネルギー法則であるっていう部分がねあるんですよ。まあ、それは何かっていうとね、もう最近のね科学のトレンドとしましたね、トーラスっていう考え方がありまして、エネルギーはずっと普遍的に永遠に質量、エネルギーとしての質量を変えずに存在し続けるという図式があるんですよね。まあ、これねボリューム5で言ったそのエネルギー保存の法則につながるんですけど、
まあ1のエネルギーを10にしようとしてダイナモ10個つけたところで1のエネルギーじゃなくてそれを動かすために10のエネルギーが結局必要だっていうことで変わらないということになるんですよ。まあつまり E イコール MC 事情がなんで破綻してるかっていうと、例えば水って質量変えるじゃないですか、簡単に、凍ったり気化したりするたびに、物質としての質量が変わると。でも持ってるエネルギーは変わらない、ずっと永遠に水を水の質量を保ち続けますよね。つまり、そういうことでありまして、まあエネルギーっていうのは形式を変えたり形を変えたりしてもその基本的な持ってるエネルギーは変わらずにずっと循環してるだけっていう風な考え方なんですよ。まあそのね形式とか 図式がこのトーラスっていうことなんですが、これミクロにもマクロにも通じると私考えておりまして、まあね素粒子のまあ原子核の周りに電子や陽子や中性子なんかが飛び交ってるその軌道っていうのはまあ実は分かってないんですけど、早すぎてね。まあまあまあ素粒子の世界っていうのはね本当にさっきも言ったみたいにセシウムの振動が1秒間で92億回っていうぐらいすごいっていうことなので、その軌道までを知るにはまだ至ってないっていうことなんですが、これ実は宇宙全体の物質の動きに準ずるとするならば皆さんどう思います？それもすでに統一性理論に近いと思いません？はい、ということでそのトーラス上に物が全てエネルギーが循環するっていうことを、これ物質で考えると実は、はい、っていうか宇宙として考えると、ブラックホールもホワイトホールもワームホールもビッグバンもビッグクランチも全て説明できるっていうのが私の持論なんですよね。まあ、このトーラスの図式を見てもらってちょっと想像してもらいたいんですけど、これ実はこれ一つが宇宙全体の在り方そのものだというふうに想像してみてくださいね。はい、そうすると、まあ、先ほども言ったみたいに中心から放たれた物質っていうのは真空状態、まあ、真空に近い宇宙ではどん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 加速するということになり、まあ我々が見てるこの太陽の世界は中心から放たれた物質がどん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 加速していくと、つまり端に行けば行くほど速いということは先ほども言ったみたいに、どん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 同じ時間では存在しえない世界になっていくっていうことになりますよね。まあ光のスピードを物質を超えた時からそこからだんだん、時間が逆行する世界になってくるということで、このトーラスの下半分は時間が逆行する太陽の質量と同じぐらいの質量を持ったブラックホールの中心点に行き着くビッグクランチの世界がそこにあるというふうに考えると、全部裏と表なだけで、実は全て同時に起こってるっていうふうに考えられるんですよね。そしてその裏と表をたまに出現しちゃうちっちゃなブラックホールとかはそこをね裏と思って行き来できちゃうバグみたいなものだと思うんですけど、そのね中間点がワームホールということになるんですよね。そうするとまあその素粒子の運動法則もこれに準じる、まあ太陽系の運動法則や全てに準じるような動きだとするならば、もうそれはもうひも理論ももちろん必要なんですけど、大きな目で見たら統一性理論に近いものがあるんだと思うんですよね。どうですかねこれね、面白くないですか。まあねそのエネルギーっていうことでそのトーラスエネルギーがずっと永遠に循環し続ける形を変えるだけっていうふうに考えると、もう一つね思い浮かんじゃうところがあるんですよね。それは何かというと、まあ、我々人間の持ってる魂というエネルギー、これ紛れもなくエネルギーでありまして、人間というのは、息を引き取る瞬間に 3g 軽くなるんですよ、瞬間に。それ謎なんですけど、まだその、まあ、つまりそれが魂の重さっていうふうに言われてるんですが、もう私たちはねこうやっていろいろ考えたり作ったり感じることによって魂ってどん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 磨かれていったりとか、まああるじゃないですか、必ず
胸にエネルギー宿してるじゃないですか、全員が。そのエネルギーってやっぱ永遠にあり続けるんですよ、やっぱり形を変えつつ。まあ人によってね、どういう形になるかっていうのは人それぞれだと思うんですが、終わらないっていうことなんですよ。そんな感じで、今日はね、統一性理論から輪廻までジェットコースターみたいな展開、まあ映像もジェットコースターみたいな映像みたいな感じでね、高速な展開をね、楽しんでいただけたら嬉しいんですが、これねいつかね証明されると思います、私が今日展開した独自の理論。まあ素粒子の運動法則がもうちょっと解明された時に、トーラスの動きに酷使してたら私が言ってることが証明されると思います。